桜田構造は岩手県出身の元騎手、元町教師。1961年から東京オリンピック馬術競技の日本代表候補生に選出され、出場場の世話をするために東京で生活した。1965年からは競技、岩手に戻って、つなぎ画素化保専門の騎手となり、後に平地競争の免許も取得。 1969年には高額賞金レースを数多く制し、大舞台に強い騎手として、格好たる地位を築いた。1971年には、つなぎが速歩が廃止となり、1974年に引退して、同年からは調教師へ転身。4月13日の水卓第2競争、伊勢光王で、初出走初勝利を飾り、 二年目の1975年には坂野エミールが南部五馬賞を勝って重賞初制覇。安城は後に調教師として南部杯に着のバンケーティングを管理する平沢義蔵で桜田の初特別勝ちとなった同年の IBC 杯でも平沢が手綱を取っていた。その後は順調に勝ち星を重ねていき、1984年には佐藤雅彦が所属騎手となり、 1988年と2000年にはリーディングトレーナーを獲得。1990年代に入ると、アラブの除血、芝のアマゾーネス、2歳世代で地方最強と歌われたアプローズフラワー、アラブ競馬末期に息長く活躍したタービュレンスらを排出。遠征での活躍も目立ち、1999年と2000年には2年連続で、 管理場が JRA の3歳特別戦を勝利。2000年代ではダート中長距離戦線の主的存在であったグローバルゴッドマイル短距離路線で芝、ダートを問わず活躍したトキオパーフェクトらを排出した他、ダートグレード競争でも存在感を示す。2003年東京大賞店4着、2004年名古屋グランプリ3着の電撃ヒーロー、2005年 全日本2歳、優秀2着のアテスト、2006年には、欧州クラウンが、ジャパンダートダービーで3着に入り、パラダイスフラワーが、エーデルワイス賞を制覇。初めてのグレードタイトルを手にし、特に欧州クラウンは2006年の岩手競馬年度、代表馬にも輝いている。2008年の冬季休業中にはまとまった数の馬を、荒尾に遠征させて、レーズに出ていたため、キッシュや、 休務員も退去して遠征して、荒尾で住み込むという力の入れようであったが、桜田が岩手からの遠征場の監督役となり、現地で長期滞在。朝の調教を終えて、朝食という時に率先して、料理を作り、休務員や同行した記者に振る舞った。2010年代も東北キング、コミュニティラ道の区対象店の勝馬、あるいはアスペクト、スペクトル。 サプライズハッピーといった2から3歳戦線での活躍場を送り出し、各世代にまんべんなく有力場を排しているというイメージを保ち続けた。2015年には6月7日の森岡第3競争をサプライズハッピーで勝利し、現役最多で歴代2位の1800勝を達成。岩手の調教師歴代在校記録である1914勝にもあと71まで迫っていたが、 晩年は体調不良で入退院を繰り返すようになり、2016年4月21日に死去。75歳没。打つ。調教師としての通算成績は、地方競馬1 3 5 5 3 1 8 4 3勝、中央競馬34,0002勝。ありがとうございます。